Oke, saatnya babak kedua di parade. Di parade ini. Aku lupa nama face. He's champion apa gitu kan. Kedua ya. Oh, mereka di situ. その熊、前回よりもひどくなってるみたいだけど、大丈夫かい？河辺先輩、ご心配ありがとうございます。ここ数日、ちょっと眠れなくて。寝なきゃダメって自分を催促しても、頭の中には試合のことばっかり浮かんできちゃって。気がついたら朝になってました。わかるよ。設計図に苦しめられている時の僕もそんな感じだ。河辺先輩はそういう時何かいい解決法がありますか？正直ないね。というか物事の大半にはすぐ効くような解決法なんかないんだ。ただ我慢し続ける。それか終わるまで何とか持ちこたえるしかない。病気みたいなものかな。症状に合った薬を出せない時もあるから、そんな時は自然に治るまで待つしかない。何に悩んでいるのかは知らないけど、あなたは強い焦燥感とプレッシャーに苛まれてるように感じる。でも、もうすぐ試合が始まるよ。元気出して。はい。試合、お互い頑張りましょうね。全員集まったようだな。これから、第2ラウンドの試合内容を発表する。このアール村付近のエリアに、地脈干渉器を3台埋めた。この機械は、地脈の乱れをシミュレートできるもので、常にエリア一帯の環境に干渉する。君たちの目標はそれを停止させることだ。ini device agak berbahaya。 最初に試合目標を達成できた3人は、機械を止めるのが早かった順にそれぞれ4ポイント、3ポイント、2ポイントを獲得できる。強調しておきたいのは、一人が持っていける水と食料の量は決まっているということだ。また試合エリアから離れた場合、本ラウンドを棄権したとみなされる。後輩、どうじゃ、今回も協力せぬか？前のラウンドでの働きに免じて、先に点数を取らせてやってもよいぞ。先輩、今回は必要ありません。この辺りには何度も来たことがあるし、機械は僕の得意分野ですから。地脈干渉器を見つけるなんて僕にとっては造作もない。よかろ、若者が自信を持つのは良いことじゃ。わしもここいらには詳しいからな。どちらが先に機械を見つけられるか見ものじゃな。じゃが、わしら以外にも有力な優勝候補が一人いる。気をつけんと。有力な優勝候補、誰だ？ほれ、見えるじゃろ、ティナリのやつじゃよ。あ、ティナリや。前回はやつが1位を取ったじゃろ。もし今回もまたやつが最初に機械を止めるなどということがあれば、もう学院トーナメントは終了宣言を出してもいいくらいじゃろう。お前たちは少し前にアビディアの森の地脈漏出問題を解決したと聞いておる。今回も機械が模擬した地脈の乱れなんじゃ。奴にとっては慣れたもんじゃろう。そうだな。そう言わ
われてみると確かにティナリの優勝する可能性は高そうだぞ。あいつにはもうホレイのような良き弟子がいるのじゃ。その上優勝まで取られたら後輩ばかりがいいとこ取りではないか。先輩としてこのような不公平な状況は止めねばならん。わしは先に行くぞ。僕も行くよ。じゃあまた。平気か？今はまだ平気。まあやってみるしかないね。お、アパカメラティーマ。水、これだけなの？ごめんなさい、試合のルールなの。このラウンド、機械を止めるスピードを競い合わせるように見せかけて、実は劣悪な環境での生存能力も見てるんだ。どういねやが、そさじゅうがラウンド。やっぱり、私が予想してたのよりはるかに難しい。即戦即決で機会を見つけるか、体力を温存してチャンスを待つしかないか。わかった、私も砂漠に行ってくるよ。ありがとう。うんうん、安全に気をつけてね。よし、みんなもう出発したな。今回はまず誰のところに行こうかな。そうだ、ファルザンのやつ、ティナリが今回の優勝候補だって言ってたよな。まずはティナリを探しに行こうぜ。オッケー、バイモッド。ラデン・オブ・プロフィデンス、エクト2。さて、地脈干渉器をどこに置いたんじゃ？コサックギツネ、どうしてこんなところに？うわぁ、僕の服に噛みつくな、こら！今日の日差しは一段と強いな。眩しすぎる。ティナリのやつ、なんともないといいんだが。お、bisa hit stroke ya, berarti ya si Ragnari。何の問題もないなんて可能性はなさそうだな。様子を見に行っておかないと。前のよりも面倒くさそうだね。ま、焦る必要もない。座れる場所でも探して、彼らが足掻いてるところを眺めようかな。ダサ。アラートデバイスによるとこの近くのはずだぞ。ティナリー、聞こえるか？ He's over there。 ほんとだ。あれ、あいつ気を失ってないか？早く助けに行こうぜ。ティナリー、大丈夫か？あ、暑い。暑さのせいか。もしかしてティナリは砂漠で動くのに慣れてないのか？そうなんだ。いつもなら砂漠に来るときはこういう状況を避けるために水を大量に用意するんだけど、今回の水はすぐに飲み切っちゃった上に地脈の乱れのせいで頭がクラクラし始めて。そういえば、実は僕の祖先のワルカシュナは砂漠から来た種族なんだよ。でも種族の移動というのは
往々にして元いた環境への適応能力を失わせてしまう。今はそんなことを言ってる場合かよ。早く水を探さないと。Oh, berarti dia gak tahan ya sama panas. Wajar sih, dia selalu ke tempat yang adem-adem gitu. 人というのは本当に脆くて弱いね。血肉でできた体は外の環境の急激な変化にも対応できないんだから。Why are you here? ほら、彼に飲ませなよ。I mean, iya sih, si Zatori emang gak perlu air sih. Ino ko? Ya, kono mizu wa futsu no mizu da yo na. Oi, mau iku no ka? It seems it's really just water. Aitsu tte, nani kangaeteru no ka hontou ni wakaranai yo na. Tonikaku, ima wa Tenari ni mizu wo yaranai to.ありがとう。ちょっとマシになった気がする。助けたのはオイラたちだけじゃないぞ。実はさっきやっと見つけた。セノ、お前も来たのか。少し心配だったから来てみたんだ。まだ続けられそうか。尻尾の毛がもうパサパサ。これ以上無理して続ける必要もないかな。やっぱりこのラウンドには向いてなかったみたいだ。それならアール村に戻って早めに休んだ方がいい。おっ、これでさっとだくぐるか。ティナリは棄権するつもりなのか。うん、第一ラウンドの点数があるからね。第2ラウンドで全く収穫がなくても次のラウンドで逆転できるチャンスはまだある。今諦めれば次のラウンドのために体力を温存できるしね。このまま続けても意味ないよ。 I agree。 賢明だ。俺たちが送ってやる。いいよ、一人で戻れるから。気にするなって。オイラたちに遠慮はなしだぞ。行くぞ、アール村へ出発だ。僕のところに来る暇なんてあるのかい。Oh, di sini ada buat tuh. Oh, masih nggak terbiasa tempatnya. Tenari, masih keadaan buruk ini kah? Mau sekali istirahat deh kah? Cukup shade ada. Sekali istirahat lah.君たちの言う通りにするよ。セノ先輩、ティナリ先輩、それに旅人とパイモン。レイラもここにいたのか。うん、日差しが強すぎるからここでしばらく隠れてるの。もしかして先輩たちはもうすでに試合の目標をクリアしたんですか。そんなに僕はすごくないよ。棄権するつもりでセノと旅人にアール村まで送ってもらってるところなんだ。危険？そんなこともできるんですか？
ルール上は問題なかったはずだよ。試合の範囲から離れれば危険とみなすってアルハイゼンも言ってたし。始まる前に大丈夫かと聞いただろう。その時に棄権していればこんな目に遭うこともなかっただろうに。とりあえずはやってみないと。やってみてできないって分かった時に初めて諦めたって遅くはないだろ。戻ったら絶対に日焼け止めオイルを何種類か作るよ。次に砂漠に来ることがあればやっぱりちゃんと事前準備しておかないと。そういえばレイラ選手だったよね。君もあまり体調が良くなさそうだけど大丈夫？砂漠に入ったばかりの時はちょっとめまいがしてたんですが、ここでちょっと休んでだいぶ良くなりました。無理するなよ。心配しないで。私はただプレッシャーを感じるのか。え、瀬野先輩にはわかるんですか？罪人が尋問されている途中、お前と似たような表情を見せることがある。正直今でも一体全体自分のどこにメイロン派の代表になる資格があるのかわからないんです。みんなが私に票を入れたのはほとんど噂が理由だと思います。でも私からしたら噂なんてすごくふわっとしたものだし、むしろその期待に戸惑ってしまうんです。今回は普段からよく私を批判してる人までが私に票を入れてくれました。だから私も何とかして報いないとって思って。その期待が君にプレッシャーをかけたの？はい。ティナリ先輩も投票で選ばれたって聞きました。先輩はどうやってそのプレッシャーに対抗してるんですか？正直プレッシャーは特にないかな。まず君にかけられた期待は必ずしも善意だとは限らない。本当に君のことを思ってる人は君に無理なんてしてほしくないと思うよ。それから僕たちは学者だ。学者の本分は知識と関わることであって他人の期待に応えることじゃない。いや、dapat wisdom dari Lailari. Laila。僕が試合に来たのも来月ガンダルバー村で開催される生態学普及講座の宣伝のためなんだ。もちろん試合では自分の全力を尽くすつもりだけど、目的以外のプレッシャーをあえて感じるつもりはないかな。君は何か明確な目標を一つ見つけた方がいいと思うよ。それで少しは良くなるんじゃない？なるほど、よくわかりました。ありがとうございます、ティナリ先輩。いっぱい喋って喉がまたカラカラになっちゃった。俺の水筒にまだ少し残っている。いいって、もうアール村まで相当遠くないし自分で歩いていける。君は限定カードが欲しいんだろ。早く戻って試合を続けて。安心しろ、俺はお前の意志を背負って戦い続けてやる。僕が死んだみたいに言わないでくれる？旅人、パイモン、それとレイラ、先に行くよ。試合が終わったらまた会おう。俺も引き続き地脈干渉器を探しに行ってくる。レイラ、良くなったか？うん、ティナ
リ先輩と話してだいぶ良くなった。故郷から教練院へ来て結構経つ。ここでの毎日は本当に大切で、もちろんちょっと大変でもあるけど。オンタウン、这不堪解腻啊。複雑で多彩な聖書を設け、数え切れないほどの小テスト、知恵を振り絞ってやっとの思いで終わらせる論文、巨大な石が一つまた一つと転がってきて、ずっと前に前に走るようにってせかしてくるみたいで。学院代表に選ばれた時、後ろにある巨大な石がもう一つ増えた気がしたの。毎回目を閉じると思っちゃうんだ。もし今回やらかしちゃったら、絶対たくさんの人を失望させちゃうんだろうなって。We prefer you to be happy, Layla. うん。多分ティナリ先輩も私にそう言いたかったんだと思う。あなたたちは棄権するティナリ先輩を止めたりしないし、私に失望したりもしない。だって友達だから。そうだぞ。だからレイラも憂鬱になるなよ。うん、ティナリ先輩はより明確な参加目標を持てって言ってくれた。今の私にはまだないけど、しっかり考えておくよ。もうこれ以上2人の時間を取らないでおくね。他の参加者のことも記録しないとでしょ。私たちがこうして話している間にもどこかで進展があったかもしれないし。じゃあオイラたちは他の参加者のところへ行ってくるぜ。でも誰を探しに行こうかな。ティナリはもう棄権しちゃったし、セノはさっき会ったばっかだろ。ファルザン先輩のところに行ってみたら。ファルザン先輩は砂漠に結構詳しいって聞いたし、進捗も早そう。よし、じゃあまずはファルザンを探しに行くぜ。Oke, berarti kita langsung ke baru dan Farzan, 何か進捗はあったか？ちょうどいいところに来てくれた。ここを下へ掘り進めようと思っておったところじゃ。もう地脈干渉器を見つけたのか？この程度の問題でわしがつまずくはずなかろう。砂漠に入ってすぐ、あるプライマル構造体の行動軌跡がおかしいと気づいたんじゃ。それで後をつけてきた。じゃがこの辺りに着いたらいきなり消えおった。すなわちここに絶対問題があるということじゃろ。わ、レイラ意味しているな。さすがファルザンだな。こんなに早く方法を思いつくなんて。ま、わしは皆よりも経験豊富じゃからな。それはさておき、誰か試合の目標を達成した者はおるのか？まだいないぞ。ではわしが一番乗りじゃな。ティナリのやつはどうしておった？ He withdrew from this round. はあ？なぜじゃ？あいつ、砂漠で動くのが苦手なんだ。ふん。あやつにそんな弱点があったとはな。もっと鍛えてやらんと。他のものはどうなんじゃ？ルタワヒストのガキンチョはまだ悩んでおるのか？ティナリがあいつに話をしたんだ。それでレイラは納得して、今はだいぶ良くなったみたいだぞ。セノはさっき出発して干渉器を探し始めたところだ。カサッチはあいつが何を考えているのか
オイラたちもわからないぞ。カーベはまだ地脈干渉器を見つけておらぬのか。まだだと思うぞ。見つけたらオイラたちのアラートデバイスが鳴るはずだからな。ハム、何をあやつはもたもたしておるんじゃ。あやつの実力を思えばこれほど経っても何の知らせもないのは変じゃな。わしの方はもうさほど懸念はない。あやつのところへ行ってくるといい。Oke. Arangkanya ke kafe ya. Aham, 来たぞ来たぞ。予感がするんじゃ。もうすぐ良いものを掘り当てられるというな。まず試合エリアに沿って一周しようと思うの。お前なんかのんびりしてるな。僕が今のんびりしていることを喜んだ方がいい。じゃないとまた誰かが痛い目に遭うことになるんだからね。おでもこのラウンドでまたポイントを取れなかったらもう優勝できる可能性なんてないよな。本気でチャンピオンになりたいわけでもあるまいし、そんな称号どうだっていいよ。それにこんなに多くの人が使いどころもないものを奪い合ってるところを見てるだけでもう十分面白い。ああ君たちのおかげで思い出したよ。もうこれ以降は想定外の状況なんて起こりそうもないから早く移動しないと。俺は絶対に諦めない。ん？こうだったはずだよな。俺は絶対に諦めない。石こそが俺の最高の武器だ。Ya perasaan satu deh, tiba-tiba jadi tiga. Dakara, boku ni tsuite kuru na tte. Shokuryou wa are dake shika nakattan da. Mou zenbu yatta daro. Naita tte muda da zo.ないものはない。もう僕が持ってるのは残り半分になった水筒の水だけだ。これはあげられない。水がなくちゃ砂漠では何もできない。これから僕は探し物をしに行かないといけないんだ。メラック、こいつらを止めてくれ。お前を見てこいって言うからそれで来たんだ。何してるんだ。もしかしたらホルネカメラ。説明するだけでイライラするよ。砂漠をまだいくらも進んでない頃からこいつらにつきまとわれてるんだ。なぜだか知らないけどこいつら試合エリアから離れなくて、その上地脈干渉器のせいで混乱してるみたいなんだ。僕を見るなりつきまとってきて、僕からなけなしの食料を騙し取っていったんだ。ああ、止めてくれって頼んだだろう。カーベ、この空を飛んでるでっかい鉄の塊はお前のなのか。ああ、これは僕の工具箱で、メラックって言うんだ。工具箱？なんか先端技術っぽい見た目だけど。よう、オイラの言ってることはわかるか？ほら、僕って外出するとき何かと持ち物が多いだろ。実用性のある持ち運び可能な工具箱を
持っておくに越したことはないからね。でもそいつ普通の工具箱には見えないぞ。話せば長くなる。前に砂漠で仕事をしてた時、あるキャラバンに出会ったんだ。彼らが墓から掘り出した機械のコアだっていう宝物を持っていてね。そのコアはどう見てもキングデシェレト文明のものだった。キングデシェレトの技術の由来は未だに判明してないし、妙論派内部でもいろんな説があるんだ。僕たちの現在の理論ではまだそれらの謎を解明できていない。それでこんなに完全なパーツを見られたのも何かの縁だと思って、有り金を全部はたいて買ったんだ。少し前、手ぶらで持ち歩けるオート工具箱が欲しくなってさ、ちょうど手元にそのパーツがあったから、それをコアにメラックを作ったんだ。複雑な命令は理解できないけど、僕の助手をしてくれる。僕の代わりに測量とかの仕事をしてくれたりとかね。一番重要なのは口が聞けないこと。グダグダ言って僕を腹立たせることもない。映画サテリアピサスってろ。そういえばこないだはアルハイゼンの家に住んでるってこと隠すのを手伝ってくれてありがとう。Well, Paimon was the one who gave it away in the first place. あの時は悪かったな。こんな生活がさっさと終わればいいのに。そしたら僕の人生だって正しい軌道に戻るはずだ。いつからか生活がどんどん悪くなっていったんだ。母さんがフォンテーヌで再婚しちゃった頃。What? それが図書館でアルハイゼンに話しかけた頃から。いや、それがアルカサル・ザライパレスのせいで僕の財布が空っぽになって、いまだに借金の返済が終わらないせいかな。いつになったら終わるって言うんだ。ラティル・ビスティデ・パッペよく考えてみたら、お前たちも僕と一緒で運が悪かったよな。血脈の乱れた場所に閉じ込められてしまったのもとんだ災難なわけだし。よし、まずお前たちをここから送り出してやろう。でもカーベも血脈干渉器を探さないといけないだろう。それはそうだけど、こいつらをほっとくわけにもいかないだろう。とりあえずそんなことを考えるのはやめにしよう。頭が痛くなってくる。まずこいつらを送り出してから血脈干渉器を探しに行く。世間話をする時間はもうない。先に行く。カーベのやつって矛盾してるよな。あんなに優勝賞金を欲しがってるのに、助けたい相手は放っておけないんだな。He a unique character. 前に会った時から思ってたんだけど、あいつって苦境に陥りやすいたちなんだよな。オイラもこんなこと言いたくないけど、ああいう性格のやつって弱点が多すぎるから人に付け狙われるんだ。 You are certainly true with the truth. あ、誰かが目標を達成したみたいだぞ。あいつ座れた。 I want to、that was quick. そうだな。一体誰なんだろうな。アルハイゼンのところに聞きに行こうぜ。あれ、セシファルじゃね。
しかしていいね。どうしてもなんとなく合ってないような気がするんだ。ちょっと考えをもう一度整理してみる。なるほど。20年前ね。Oh, ini dia tugasnya untuk cari tahu juga itu tentang mahkota itu. Put, apa tu Saino yang menang? 確認完了です。セノさん、おめでとうございます。一番最初に試合の目標を達成しました。Yes, ini emang wilayah kuatnya si Saino. 一番乗りはセノか。俺はソロン派出身だ。地脈に関する知識なら熟知している。地脈干渉器を見つけることくらいそう難しくもない。旅人とパイモンもついたことなので、セノさん感想を聞かせてもらえますか。やっぱしジョークスライキで感想か。俺の友人が試合の途中で倒れてしまった。だからこそ俺は絶対に負けられなかった。過去の絆は新たな未来を作り出し、友情の証は俺たちをつないでくれる。この瞬間の俺は誰にも負けない。これは俺の大好きな作品「召喚王」の中のセリフだが、まさに俺の今の心境だ。がこの場にいなくてよかったぞ。じゃなきゃあいつの頭を叩いてただろう。え、そう、サイド。気がつけばもうじき夜だね。選手たちの水と食料はそこを尽きる頃、試合もだんだん厳しくなってきそう。似たようなシーンが召喚王にもあったな。王道の展開だ。アルハイゼンさんは何か感想はある？召喚王に対する感想なんかない。どう考えたってニーロはそんなこと聞いてないだろ。夜の砂漠は昼よりも危険だ。試合もそろそろ終盤だろう。もう残っているのはファルザンとレイラ、カーベだけだ。次は誰が地脈干渉器を見つけてくるかな。あれ、もう3人しか残ってないのか。ティナリは棄権しただろ。セノはクリアしたし。あ、そうだ、カサッチはどうしたんだ。少し前に棄権した。 What? Why? あいつ一体何を考えてるんだ。でもアルハイゼンの言う通り、試合もそろそろ終わりだよな。他の参加者が何をしてるか見に行こうぜ。オッケー、バランスがあった。大丈夫か。だいぶ良くなった。さっきはアール村の親切さを身に染みて感じたよ。水をまるまる2本分もいただいちゃった。必要ならダジャレでも言ってやろうか。それで体温を下げてやるよ。それは間に合ってる。気持ちだけ受け取っとくよ。試合もハラハラの展開になってきました。アルハイゼンさんも選手たちの情熱を感じませんか。選手たちの情熱よりもひしひしと感じられるのは砂漠の灼熱の方だろう。ティナリの事態は極めて賢明な判断だったと言える。Oke, berarti kita lihat, oh mereka gerak kah? Barusan kagak, Afe kagak, Layla doang ya.
baru satu ya. Ya berarti 2/3 ini yang bisa dapat. Pertanyaannya siapa? Lila. また会ったね。今思ったんだけど、あなたたちもかなりの距離を来てるでしょ。大変じゃない？ I know, right? Right? Gua gak ngerti Aitor bisa keliling-keliling sepanjang hari. Ya, a little. じゃあ、ここで少し休憩しよう。夜の砂漠は冷えるね。風は砂混じりだし、顔に当たるとちょっと痛い。誰か試合の目標を達成した？セノが一つ目の地脈干渉器を止めたぞ。お前は何か新しい発見はあったか？試合エリアに沿って一周してきたけど、地脈干渉器は見つけられなかった。だけど、とても大事なことが分かったの。And what was that? メーロン派の同級生は確かにいろんな理由で私を学院代表に選んだと思う。私を笑い者にしようって人もいっぱいいるだろうしね。けど本当に私に期待を持ってくれてる人もいっぱいいると思うんだ。みんなの期待に応えたいし、私の名前を書いたこと後悔してもらいたくない。あれ？もうプレッシャーには感じてないのか？プレッシャーならもちろん感じてるよ。ただ今の私にとってそれはもうやらなきゃいけないことじゃなくて、私のしたいことなの。言葉にしちゃうとそう大きく変わったようには聞こえないかもしれないけど、もうリラックスできてるから心配しないで。そうだったのか。よかったな。Mantap, ada. Mantap. それで、やっとリラックスできたからか。なんだか、とても眠くなってきた。いや、ごちょくちがう。少し寝るね。少しだけ。いい、とりてやっぱ取る。あれ？まだ試合は終わってなかったのね。この子ったら緊張しすぎじゃない？ Wait, what? Who are you? Siapa kamu? お前は？ Arthur Layla? Oh, gue baru tahu. 久しぶり。私も外の空気は久々なの。Iya, ada dua kepribadian.Gue bertau. Mungkin karena gue gak mainin ya si itu. Dan date-nya punya ya. 出てきたからには試合をクリアしてあげないとね。試合の目標は何だっけ？地脈干渉器を探すこと？私はディスロー capek terus. どれどれ。もう情報はほとんど集められてるから、この子のために最後の締めをしてあげようかな。めでもバカッ。旅人、パイモン、私についてきて。はい。君たち、こう感じたことはない？星々には奇跡があって、地脈も地脈自体の規則に沿って流れていく。高いところから見下ろしてみると、地脈は大気に映し出される星々みたいだと思わない？全ての星の変化を直接観測できるわけじゃないから、些細なところから導き出した推論も結構多い。地脈も同じよ。地下に隠れている部分は元素や音なんかの手がかりをもとに識別できる。うせ、で、ラリーチャパッバーガッ。おむすスプレーの。その上、今はすでに機械を止めた人が出てるから、前後の変化を見比べればより多くの情報を推測できる。どれどれ、ここら辺かな。
これでしょ。今止めたから、ここ一帯の地脈は通常に戻ったはずよ。すごい。さ、やっぱ、あ、そうですね。さっきも言ったでしょ。これは私の功績じゃない。私はただ最後の締めを担当しただけ。もう少ししたらあの子も目覚めるはずよ。しばらく戸惑った末に地脈干渉器を止めたって報告しに行くでしょうね。Oh, jadi alasan kenapa dia bisa tidur sampai ke tempat jauh-jauh karena ada dua kepribadian ya. Oh, baru tahu. 君たちはもう少しここにいる？それとも他の参加者を見に行くの？いや、今は2lagi sih。Tinggal tapi tinggal satu sih lain-lainnya。アラートデバイスを確認してみるか。あれ？カーベとファルザンが同じ場所に向かってるみたいだぞ。ブラッドポイントだけで。多分最後の1台を見つけたんでしょう。そういえばカーベ先輩って本当に面白い人よね。え？なんでそう思うんだ？第2ラウンドの試合が始まる前、もう一人の私がカーベ先輩と話したの。そしたらね、悩みは病気みたいなもので、いつも症状に合った薬を出せるとは限らないから、時には自然に治るのを待つしかないって。でも私からしてみたら、あの人の抱えてる問題の方がもう一人の私よりよっぽど深刻よ。あの時もう一人の私はただ自分のやりたいことが見つけられてなかったから悩んで迷ってただけ。でも河辺先輩にはやりたいことがある。賞金をゲットしなきゃって分かってるはずなのに矛盾した行動をする。いや、カフェマン、グランツィワーク。二人目の人格なんてないはずなのに、自分自身との折り合いが全然つかないみたいにね。ああいう感じ、うまく説明できないけど、笑ってるように見えるのに、心は楽しんでなくて、むしろ悲しんでる、みたいな。いや、うっとうすかり、ライラ。でも、ポジティブに考えてみれば、もしかしたら彼の方が私よりも経験豊富だからこそ、こういう問題に対処できるかもしれないわよね。あ、直接現場に行って記録するのよね。君たちにとっては、それがこのラウンドの締めになるはずよ。おう、じゃあオイラたちは先に行くな。お前が言ったことも覚えておくぜ。カーベとファルザン、試合前は自信満々だったのに、結局最後の2人になっちゃうなんてな。でもあの2人、どっちが早いと思う？早く行ってみようぜ。この辺りにあるはずじゃ。やっと見つけた。カーベ？お前まさか。ファルザン先輩、先輩はもう試合を達成できてると思ってた。ファルザン、カーベ。エマン、イトカメン、セラマン、ビザティバディバディシートロ。あ、レイラが試合目標を達成したみたいだぞ。まさか、ファルザン先輩と同時に地脈干渉器を見つけることになってしまうと。他の参加者はどうしてる？ティナリとカサッチは棄権して、セノとレイラはもう達成してる。あとはお前ら二人だけだぞ。あれ、おかしいな。ファルザンはもうずいぶん前から掘ってなかったか？うむ、それがずっと掘り進んでいったら、地脈干渉器を掘り当てるどころか、ある遺跡の中に入ってしまったのじゃ。結構深い場所に落ちてな。中は真っ暗で、わしはだいぶ時間をかけてギミックを解いて地上に戻ってきたのじゃ。おしゃれじゃあ、とくだらんば。なんだか
それはそれですごいような。こんな短い時間で他の人なら1週間もかかるような道を進み切るなんて、さすが先輩。お前はなぜこれほど遅かったのじゃ？途中でたくさんのコサックギツネに遭遇したんで、そいつらを試合エリアから連れ出してたんですよ。戻った時には喉がカラカラで、急に目の前が真っ暗になって、多分暑さに当てられて気絶してしまったんでしょう。目が覚めたらもう夜になってたので、最後の体力を振り絞ってここまでたどり着きました。本当に変な理由じゃな。お前本当に大丈夫なのか？砂漠で一人倒れるなど、聞いているだけで危なっかしいぞ。砂漠に詳しいと豪語する割に、問題にあった時にはそのような解決法を取るなど、いささかその天才の名にふさわしくないのではないか？確かに少し問題はあったかもしれません。でも天才かどうかなんて関係ない。僕自身の選択ですから。やり方は確かに妥当ではなかった。でもそうしないとどうも気が晴れないんだ。心にうっすらと罪悪感を抱え込んでいるようで。だから。ふん、最近の若者は揃いも揃って変な奴らじゃな。本題に戻ろう。どうやらわしらはどちらも最後の地脈干渉器がここにあると確信しておるようじゃな。とりあえずそいつを掘り出そう。やはりこいつじゃったな。わしたちの考えていた通りじゃった。じゃが今回はどうする？後輩どうした？ほっとした様子で。いえ、ただこのラウンドがやっと終わったなと思って。これでも僕たちと無関係な動物が危険に巻き込まれずに済むはず。ポイントは後でもう一回くじを引きましょう。他にいい方法もないし。よし、じゃあとりあえずアール村に戻ろうぜ。お前ら二人ともまずは水と休憩がいりそうだからな。Balik, kita balik.第2ラウンドの試合が終わったみたい。ファルザンさんとカーベさん、どっちが早かったのかな。あれ、ファルザンさんは？ファルザン先輩は水を飲みに行った。すぐ戻ってくる。先輩とほぼ同時に見つけたから、またくじを引きたいんだ。君は物事にはまりやすいな。今回はくじ引きか。はまってなんかない。僕が好き好んで不運な目に遭っているみたいに言うな。そうか。では言い方を変えよう。君はくじ引きと妙な縁があるな。じゃあくじ引き用の箱と紙を用意してくるね。二人ともちょっと待ってて。うむ、またくじ引きか。わしの運を見せてやろう。当たったぞ。見たか、今回は僕の当たりだ。おめでとう、カーベさん。akhirnya si Kabe dapat. カーベも運が良くなったな。
本当に大変だった砂漠であれだけ苦労したのが報われたな。今回の点数はお前のものじゃ。今回第2ラウンドの試合の目標を達成したのはセノさん、レイラさん、カーベさんの3人でした。現在の順位を計算してみますね。セノさんとレイラさんは4ポイントずつ所持しているので同点で1位です。あとは順番にティナリさん、ファルザンさん、カーベさん、カサッチさんとなります。次は最終ラウンドです。それまでに皆さんしっかり休んでくださいね。学院フェスのブースに新しい遊びが出てきたと聞いています。興味のある人はぜひ行ってみてください。じゃあみんな次のラウンドでね。えい、kelar. Go play on. Ya, okay. Kita suruh main. Aku gak tahu main apa. Mari kita balik lagi ke Nero City. Lalalala. Ada game apa yang baru? Omae, nani ka kangae goto ka? The white hair man I saw before the competition started.旅人さん、パイモンさん、やっと会えました。 Hello, Cadiz。 あれ、なんかあったのか。今回の学院祭、何か変だと思わないか。いや、いや、ini sih baru pertama kali kami ikut, jadi わかった。さっきまでキャンディスと一緒にカフェにいたんだけど、いかにも用があってここに来たって風な傭兵を見かけたんだ。あいつらわざわざ変装までして買い物に来ただけの観光客を装ってた。でもどう変装したってあいつらの体に染みついた血の生臭さは隠せやしない。あのコソコソした様子を見るにきっとまた拉致とか暗殺みたいな下水仕事だろうな。少し聞き耳を立てていたのですが、彼らの目標はどうやらサーチェンという人のようです。ゲン、サーチェン、サーチェン。あ、開幕式の時カリーナが言ってた人のことか。彩色の冠と試合の賞金も全部そいつが提供してくれたって言ってたよな。けどそいつ自身はずっと顔を見せてないような。聞いた限りじゃ金持ちみたいだな。それだったらおかしくはない。ここんとこエルマイト旅団のやつらも生計が苦しいからな。傭兵たちの大半は副業をしてる。狙いは全部金や権力を持ってる大物たちだ。あいつらの言葉を借りれば、一度成功しさえすれば身代金でしばらく楽な生活ができるだそうだぜ。ちょうど学院祭の時期ですからね。スメールシティから一気にたくさんの観光客が押し寄せてきたのに乗じて紛れ込んできたというところでしょう。リシアと一緒に彼らを捕まえようと思ったのですが、相手の警戒が強くて理由をつけて逃げられてしまいました。シティ内で戦いなんかしたくないだろう。そうじゃなきゃすぐにでも奴らを縛りつけてたんだが。こういうのは誰が管轄する決まりなんだ。マハマトラ、それとも三十人団か。セノならなんとか
してくれるだろう。とりあえず教練員に戻って情報をマハマトラに伝えようぜ。リシア、キャディス、ありがとな。いいえ、私たちもたまたま耳にしただけですので。ああ、気にするな。本当に奴らにやられてしまった日にはエルマイト旅団の名がもっと汚れるだけだ。それにここはスメールシティだからな。私とキャンディスは手を出しにくいんだ。あんたらに任せたぜ。もし私たちの助けが必要になったら、いつでもカフェまで探しにいらしてください。さっき何か考え事をしてたみたいだったけど、もしかしてお前も学院祭について考えてたのか？リシアとキャンディスの話を聞いて、オイラも裏に何かあるんじゃないかって気がしてきたぞ。うーん、こうして考えてたってどうしようもないよな。よし、教練院に行ってマハマトラを探しに行こうぜ。Kita mesti laporin ke Matra ya. Paling cepat sih di sini kayaknya. Oh, kita lapornya betulan di atas akademia sekarang. Ore? Aitu, mae ni oira tachi to issho ni Shiraji no chousa o shita Mahamatora da yo na. Arabu datta ke ka? Aitu ni hanashite miyou ze. O futakata. Kore wa o hisashiburi desu ne. Watashi ni nani ka goyou desu ka?サーチェン様の拉致ですか。そんなことを計画している者がいるとは。でもよくよく考えてみれば意外なことでもありません。学院祭の影響力はどんどん広がってきていますからね。サーチェン様も協賛したということで、たくさんの人が彼の名を耳にし、彼を大富豪として見ています。あいつが狙われてるかもって分かってたなら、人手を増やしてあいつを守った方が良かったんじゃないのか。実を言いますと、我々にもそのような考えがありました。ただサーチェン様はもともと外での調査研究がお好きで、ほとんどスメールシティ内にいないので、誰も彼と連絡を取れなかったのです。ミステリアスバン。たった一つの手がかりは、彼が学院トーナメントが開催されたら、私は毎回一番近いところで観察するつもりだ。私の資産を継ぐにふさわしいものを選び出す。とおっしゃっていたことでしょうか。サーチェン様がご自分のおっしゃったことを守っているなら、彼は今スメールシティ内にいるはずです。エルマイト旅団の者たちもそれを耳にしたからこそ、スメールシティに来たのでしょう。ああ、めっちゃあんね、ジュガシ。じゃあ、あの悪い奴らも。サーチェンがどこにいるかまでは分かってないんだな。そのはずです。セノ様はまだ休暇中ですので、この件は私が対処しましょう。安心してください。今のスメールシティで拉致犯たちによる波風を立たせることなどありません。私には彼らを探し出す方法があります。でもサーチェン様のことが気になるようでしたら、彼を探してみていただけますか。彼の居場所が早く分かるほど、それだけ早く彼の身の安全を保証できます。マハマトラや三十人団がどれほどすごくても、自分から姿を見せたくないという人間は守りにくいですからね。分かった、探してみるぜ。けどど
こから探せばいいんだ。 Do the matter have any information at all on Sachin? ないですね。サーチェン様は法律や規範に違反するようなことは何一つしていませんので、マハマトラの方には彼の情報はあまりありません。アルハイゼン様はすでに代理賢者を辞め、書記官の仕事に戻られたと聞いています。彼に聞いてみてはどうでしょう。確かにそうだな。じゃあ一旦会場に戻ってアルハイゼンを探しに行こうぜ。いたかった。まあまあアルハイゼン、もうちょっと終われ。出ていたらよっ。ああ、dia pada ke sini ya. Oh, ada di lo. Niro, Alhaizen を見なかったか? Alhaizen さん? 今ちょっとある人の調査中なんだけど、あいつに資料を探してもらいたいんだ。そうなんだ。ごめんね。私もどこに行ったかまでは知らないんだ。試合が終わった後、いつも一番に会場から離れるの。それにアルハイゼンさんは他人に自分のスケジュールを教えない主義みたいで。そっか。まあ、あいつは普段からそういう感じだしな。アルハイゼンさんは学院祭にもあまり興味なさそうだったし、この近くには残ってないかもね。あの人にとって特別評論員はどっちかというと割り当てられた仕事って感じなんだよね。普段仕事が終わったらどこに行くか知ってる？ Maybe he went home? そうだ！アルハイゼンの家はここからそんなに遠くなかったはずだぞ。あいつん家に行ってみようぜ。とりあえずノックしてみようぜ。ノッ。おう、反応がないな。留守か？アルハイゼン、聞こえるか？家にいるのか？ちょっと手伝ってほしいことがあるんだ。あなたたちだったのか。おし、カフェにいたの。神戸、家にいたんだな。とにかく入ってよ。今ドアを開ける。Itu rumahnya betul-betul dekat banget. Wah, aku ini. Knock してもヘンジがなかったから家に誰もいないのかと思ったぞ。仕方ないんだ。もし僕がノコノコとドアを開けたりして、来たのがアルハイゼンを探しに来た教令員の人だったら、ここに住んでるってことがバレてしまうだろう。このことになるとやけに慎重だな。じゃあもしアルハイゼンを探しに来た人がいて、お前もたまたま家にいたらどうするんだ？やりないで。自分の部屋にいるだけさ。それに家に来てまでアルハイゼンを探すやつなんかいない。そんな無駄なことをする人はそういないからな。そっか。アルハイゼンがどこに行ったか知らないか？あいつがか？知るか？好きなところに行ってればいいさ。Did you have a quarter of something? 喧嘩なんかじゃない。あいつ口がすぎるんだ。第2ラウンドで起きたことについてあいつと話してたんだ。最後、僕がくじを引き当てただろう。いい人間にはいい運が回ってくるって証明だ。今の僕は絶好調についているのさ。
そしたらあいつ、これを聞いた時のあいつの反応を、あなたたちはきっと想像もできないだろうね。あいつはこう言ったんだ。いつも自分の方が先輩だと強調するくせに、問題の対処をする際には先輩としてあるべき姿勢が見受けられない。なら、その先輩というプライドには何の意味がある？先輩のあるべき姿勢ってなんだよ。先輩は先輩だろ。それに、あいつはこんなことも言った。君はもう少しよく考えた方がいい。なぜどのラウンドでも運試しをする？その年まで生きて自分の最大のピンチに見向きもしないとは信じられないな。だってさ。確かにアルハイゼンの言いそうなことだな。もう我慢できない。今回だけじゃないんだ。前回も前々回もこんな調子だった。あいつとの会話は本当にイライラするよ。どうせ僕たち互いのことが気に食わないんだ。なるべく早くここから出ていくよ。今荷造りしてるところなんだ。あいつのために物を片付けたり掃除したりする人なんてもういない。壁の絵も持っていく。今後アルハイゼンは感性なんてものとは全く無縁な場所で住むことだな。ちょっと待てよ、引っ越すのか？試合ってまだ終わってないんじゃないのか？どこにそんな金あったんだよ。今はもちろんないさ。だからとりあえず荷物を片付けて前もって準備をするだけだ。新居の目星はついている。賞金を手に入れたらすぐにそれを買うんだ。それで片付けた荷物を運び込んだらせいぜい3日あればここを離れられる。この目標を実現するために僕は決めた。たとえ第3ラウンドで何が起こっても全力を尽くして優勝を手にするから見ていてくれ。おう、応援してるぞ。けど本当に大丈夫なのか？ん？僕の何が？レイラがオイラたちにお前は時々自己矛盾に陥ってるって言ったんだ。どういう意味だ？あなたたちも僕の性格に問題があるって思ってるってことかい？ Maybe。 そうは言ってないぞ。でも考えてみろ、賞金を手に入れるって言ったのはお前だし、ファルザンからのポイントをやるって提案を断ったのもお前、コサックギツネを放っておけなかったのもお前だった。ああ、iya, itu internal konflik banget sih. Kalau emang dia pengen menang, ya ignore aja itu semuanya gitu. Jadi gua mau dapat poinnya itu untuk cepat pindah gitu. Cuman kayak kenapa beda yang harus dilakuin gitu. Mate yo, sonna no wa zenbu futsuu no koto janai ka. Riyuu datte mae ni itta hazu daro. Sou shinai to oi me o kanjiru nda tte.どこが矛盾してるって言うんだ？ Why would you feel guilty?突然そう聞かれると、そうだな、なんでだろう。多分僕の性格なのかもしれない。そうしないで万が一悪い結果を呼ぶ羽目になったら僕も責任逃れはできないし。でもそんなことばっか考えてると生きるのが大変だぞ。それにお前がしたことって全部危険がないわけでもないだろ、うん、例えば砂漠で気絶したりとか、本当にそれでいいのか？いや、itu betul Pak Iman。簡単には説明できないんだ。いや、僕のことはとりあえず一旦置いとこう。アルハイゼンに何の用だ？ It is like him to help us look into Sachin. Sachin? 最近、あいつがそんな名前を口にしたのを聞いた気がするな。その時あいつは資料を一部持って帰ってきてたんだ。ブツブツ言いながら紙に何か書いたりしてた。
僕に暇だったら目を通すように言ってきたけど、読まなかったんだよな。ちょっと待ってくれ。どこにあるか探してみる。これだ。どうぞ。ねえ、本当にいいのか？何が？あいつが僕のところからビールを持っていくときは随分慣れてる様子だったけどね。遠慮なんてものは全くなかったよ。それにあいつから見ないかって聞いてきたくらいだ。僕はあの時必要ないと思ったけど、あいつはそのまま横に置いてった。あいつの習慣からすると、片付けてない資料は読んでいいっていうことさ。気にする必要はない。そうか、だったら安心だな。サーチェンの資料に何が書いてあるか見てみようぜ。Kok punya firasat aneh? Jadi dia pengen kasih warisan ke yang gitu. Agak susah. があるのか。サーチェンの資産か。一生かけても使い切れないだろうな。もし手にすることができたら、借金を返して新居を買って、それでも数えきれないほどお釣りが来るぞ。そうなればアルカサル・ザ・ライパレスをもう一つ作れる。いや、あれの10倍は大きい宮殿だって。待てよ、オルムスコーの新プロジェクト、あれも橋の改装だったな。最高の効果を出すためにはおそらく。おい、目を覚ませ。それを考えるにはまだ早いぞ。mikir jauh karena dengar melty ajar orang. それもそうだ。当面のキュームは優勝してさっさとここから引っ越すことだからな。ん？待てよ、資料にメモが挟んであるみたいだぞ。
アルハイゼンが書いたのか？あいつの考えを書き留めたものみたいだな。どれどれ。2つの文章に丸がつけられてるぞ。1つはサーチェン生死不明、もう1つは彩色の冠、それとよくわかんない言葉だな。これ他のところの言葉か。どれどれ。ん？この文字は。そうだな、ちょっと考えさせてくれないか。大いなる理想では虚無に対抗できないかもしれないが、小さき選択ならそれに対抗できる。 100% 正しい保証はないけど、だいたいそんな意味だね。ん？下にまだ小さな文字があるな。ん？あいつは何が言いたいんだ。この変な文字が読めるなんてすごいな。学生時代、僕たちは共同で課題をやっていたことがあるんだ。テーマはキングデシェレト文明の古代遺跡における古代文字と建築デザインの方向性についての解読だった。古代文字についてはその時にちょっと勉強してたんだ。なるほどな。でもアルハイゼンが書いたこれはどういう意味なんだ。さあね、あの男の考えることは普通の人間にはわからない。ま、ここにはもう手がかりはないみたいだな。 Let's hope Araf made some progress。 そうだな、早くあの悪い奴らを捕まえてほしいぜ。それまでは、とりあえず他を回ってみようぜ。Complete. Okay.小さき選択だと。あいつが何を考えてるのか全くわからない。I'm giving it to me for free. What a rave of. Okay, kita ke Aru Village. Oh, ada dogi. Aduh, lagi. Itu kayak yang kakek yang tadi deh. Well, kita lihat saja. Oh, enggak di situ ya. Di bawah sini. Oh, beda lagi.
Wait a minute. He died in a quicksand. Bukannya quick yang mati di quicksand itu si bapaknya Cafe ya? What? Took that letter with him? Your son? Ibu bisa ingat sih, hebat juga sih kok kalau bilang. Hebat, hebat kamu, Bu. Saki, Mahamatora ga city ni magirekonda Elmite ryudan wo tsukamaeta tte kiita zo. Moshikashite kono mae Sachen wo ratchi shiyou to shita yatsura nano ka? Kyourein ni itte Arabu ni kiite miyou ze. Oh ya, kita mau cek Araf ya. Araf udah gerak. いらっしゃいましたか。すみません、犯人の尋問が終わったばかりで、あなたたちにお知らせする時間がありませんでした。何か分かったのか。何と言いましょうか、予想外のことが多々ありまして。誘拐犯の傭兵を捕まえるのは思ったより簡単でした。適当なものにサーチェン様の格好をさせたところ、しばらくして向こうから食いついてきましたから。問題はこれは尋問が終わって分かったことですが、彼らを雇ったのはなんとサーチェン様の息子だったというのです。 What? サーチェン own child? 子供が人を雇って父親を拉致しようとしたのか。なんだってそんなことしなきゃいけないんだ。いや、じゃあ悪いさんし、 What else? パイモン。それはなんとも。シティに入った傭兵はごく一部でしたので、多くはまだ外で待機しています。これから人手を集めて彼らを一網打尽にしに行きます。あなたたちも一緒にいらっしゃいませんか。 OK だ。いいぞ。ちょうどオイラたちもどういうことか見に行きたいと思ってたとこなんだ。Ketiga, start. Oh, coba 600. Okay. Do 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 do.Jatuh semua. Arab, ここで間違いないのか？なんだかおかしいぞ。親分、また誰か来たみたいだぞ。あのな、俺たちはただ金をもらって働いただけだ。ここまでする必要ねえだろ。逆恨みもいいとこだ。俺たちを雇ったのはこいつだよ。どうしたんだお前ら。誰にやられたんだ。お前、あいつらの仲間じゃなかったのか。あいつら、誰のことだ。やばい。空を飛ぶガキがいてよ、出会い頭にぶん殴ってきやがったんだ。しばらくしたら今度は緑の服の男が来て俺たちに質問をしていった。ザトリー、ザトリー。事情聴取は終わっています。背後で指揮していたのはここにいるサーチェン様の息子シワニです。聞きたいことがありましたら今ここで聞いていただいても構いません。この後彼らを全員逮捕して強霊院に連れ戻し尋問します。どうして人を雇って
サーチェンを拉致しようとしたんだ。決まってるだろ。20年もの間、あいつはどこで遊んで暮らしてるかもわからなかったんだぞ。僕のことを気にも留めなかった。もっとムカついたのは、あいつが事業を強烈に任せたばかりか、それをいつか気に入った天才に譲るだなんて契約をしたことだ。あれは本来僕のものだ。なぜ他人に譲らなきゃならない。僕にくれないと言うなら、あいつから奪ってやるまでだ。 Were you seriously planning to? そのまさかだ。あいつは影で試合を見てるって言っただろ。だから人を雇ってあいつを拉致して契約を修正させることにした。教令員が応じてくれないなら、あいつ本人に認めさせればいいだけのことだ。僕がその天才だってな。 Did you find him? いや、あの老いぼれは隠れるのがうますぎる。今もどこかに隠れてこの笑い話を見物してることだろう。20年前の時点ですでにあいつは狂ってると思ってた。狂ったやつは何でもできるからな。 What do you know about the Diadem of Knowledge? 彩色の冠？あいつが教令員に寄付したあの冠のことか。あれはなかなか値が張ったな。当時あれを買うためにサーチェンは多くの事業を売り払ったよ。あれを買ってからというもの、家に幽霊が出るようになったのさ。収蔵室の前を通ると、たまに甲高い話し声が聞こえてくるという具合にな。それに、あの冠を教令員に寄付する以前、サーチェンは部屋に閉じこもって、連日あれを研究してた。あの時からすでにどうかしてたから、何をしててもおかしいとは思わなかったが。どうかしてたって、どういうことなんだ？あの時は小さかったからよく覚えてるわけじゃないが、確か砂漠へ調査に出かけて数年戻ってこなかった。ある日やっと帰ってきたと思ったら、まるで人が変わったようになっていた。誰も理解できない言葉をブツブツと口にして、昼も夜も論文を書いてた。何を書いてるか覗いてみようとしたけど追い出されたよ。その後、あいつは書いた論文を持ってもう一度出かけ、帰ってきた後、教令員と契約を結んだんだ。今思い返せば、あれはもう僕の父などではなかったのかもしれない。サーチェンの皮をかぶった。砂漠から帰ってきた悪魔だったのかもな。信じるかどうかは君たちの勝手だ。知ってることは全て話した。ああ、それと一つだけ頼み事をしたいんだ。もしサーチェンに会うことがあったらこう伝えてくれ。あいつが外で何を研究してようが、僕の目に映るあいつはただのクソ野郎でしかないとな。話は終わりましたか？それでは行きましょう。今回の件の首謀者は逮捕できました。情報提供ありがとうございました。まだ何か心配なことはありますか？ The Diadem of Knowledge。 そうだな、アルハイゼンのメモにもあの冠のことが書いてあったし。アルハイゼン様もこの件に注目していらっしゃるのですか？一つ考えがあります。冠に問題がありそうなら、主催者に連絡して試合を一旦中止させ、詳しく調べた方がいいかもしれません。そうだな。それじゃあ早速メイン会場に戻ってこのことをカリーナに伝えようぜ。おっと、メインフェニュー、メカシダヒラ。
ビー。 OK。 よし、カリーナ。はあ、やっと戻られましたね。 What？ 探しましたよ。どちらへ行かれていたんですか？第3ラウンドの試合はもう始まっています。サーチェを狙った悪いやつを捕まえに行ってきたんだけど。いやいや、それはどうでもいいんだ。彩色の冠に問題があるかもしれなくて、ちゃんと調べたいんだ。うん。彩色の冠に問題が？そんなはずはありません。20年もの間、試合のたびにあの冠を使っていましたが、何の問題もありませんでした。どこからそのような情報を？ Some new information has come to light. これはとても重要なことですから、少し考えさせてください。実を申しますと、第3ラウンドの試合が開始する前に、彩色の冠をマウティーマチューリンに置いてきたのです。第3ラウンドの試合内容は、まさにマウティーマチューリンで冠を見つけ出し、それを指定された台に置くことです。最初に冠を配置できた人は4ポイントを獲得できます。ここまで参加者の得点に大差がないことを踏まえると、最初に冠を置いた人が最終的なチャンピオンとなる可能性が高いでしょう。ですから今回の試合は激しい戦いになると推測しています。今から向かっても間に合わないかもしれません。 Have to give us a shot. 冠の位置をマークしますので、直ちに現場へ行って状況を確認してみてください。何事もなければいいのですが。ロン、今すぐ出発しようぜ。えい。おかしいな、マウティーマチューリンの影響のせいか。アラートデバイスはしばらく使えないみたいだ。直接冠を探しに行こうぜ。どうして今回だけこんなことに。 Why this year? itu juga curiga kan? Very suspicious. Well, kita lanjut dulu kalau gitu.Oh, jadi kita udah langsung tahu ya itu benda di sini. Oh, ここには何もないぞ。あ、まさかもう誰かが冠を取っていったのか？終点で待ってみようぜ。Okay, udah diambil ya. Aneh. Siapa yang ngambil aku? まずはレイラ選手が冠を手に入れたようだ。だが。ゴールにたどり着くのは容易じゃない。おしゃれ。おしゃれ。お、ビスでやめる。カサッチ選手もついたみたいですね。いいね、ビスで。Gila. Wah, saya tu. Farzan 選手の機械装置壊れちゃったみたい。試合は白熱してきたな。おや、カーベ選手は遅れてやってきたようだ。おお。
Gila, animasinya. Dia yang dapat ya. Soda. Sono mama. Kamuri o oke. Kimi no hossuru subete ga te ni hairu. Dari? Atama no naka de shaberu na. Kimi nara watashi o shitsubou sasenai. わけがわからないぞ。妙だな。おお、お前人は。ついに私の財産を受け継ぐ者、私の研究を受け継ぐ者が現れた。さあカーベ、いい子だ。私のところに来い。パパニャ、どうして僕の名前を。あなたは一体誰なんだ。私はサーチェン。サーチェン、もちろん正確にはサーチェンの意識のかけらの一つに過ぎないが、実に不思議な縁だ。君を見ていると昔あったある人を思い出す。だが君の信念は彼より強く、世の真紅を熟知している。君には私の全てを継承する資格がある。子供たちよ、私たちは初めて会うが、これから話すことはとても大事なことだ。ぜひその証人となってほしい。今回の学院トーナメントにおいて皆素晴らしい試合を見せてくれた。教令院には多くの記載がいる。君たち一人一人が全員が特別なのだ。だがあえて後継者を一人に絞るとしたら、私は君を選ぶだろう、カーベ。君が優勝したからというだけではない。君は私と似ているからだ。あなたが僕と。そうだ、私たちは共に哀れな理想主義者であり、それこそが私たちの苦しみの源だ。28年前、私は砂漠に行き8年間も暮らした。そこで何を見たと思う。戦争、殺し合い、永遠に終わらない者たち。水源の奪い合い、キャラバンからの略奪、民衆に対する搾取、それらは一日たりとも止むことはなかった。防砂壁の外側の世界は私の思い描いていたものとは完全に異なっていたんだ。見てきた全てのものに苦しみを感じた。だからこそ彼らを救う道を見出したいと切に願ったのだ。それで答えは見つかったの？私は陰論派の学者だ。当然陰論派の知識に答えを求めた。Oh, dia Fahumana. Oh, jadi Dalor itu sengaja ya kasih ke kafe. Watashi wa rekishi o kenkyu shi, shakai o bunseki shita. Ningensei ni kansuru jikken o kazoe kirenai hodo okonatta. Tsui ni wa sabaku no oku fukaku de ushinareta gakuha o jishou suru gakusha tomo sesshuku shita. Soshite
答えなど最初から存在しないということに気がついた。過ちを簡単に誰かのせいにすることはできない。罪とは人間の性に刻まれたものなのだから。人は争いをもたらし、争いは破滅を導く。これは人間の力では逆らうことのできない必然なのだ。いかにして歴史から教訓を得るかを研究してきた。だが皮肉なことに、歴史からは何一つ教訓を得られず、全ては悪くなるばかりだという結論にたどり着いた。学んできたことの意味がわからなくなった。重くのしかかる虚無に、私は生きる気力を失い、自らの命を絶つことにしたのだ。だが偶然にも、私は意識の一部を保存できるこの冠を手に入れた。私は自らの経験をその中に書き込み、教令院に財産を預けることにした。やはりあなたが教令院と結んだ契約はいわば遺言だったんだな。おお、だらへとった。おお、この世界に絶望したというなら、どうしてまたこんなことをした？言った通り、私は数多くの人間性に関する実験を行ってきた。これはその最後の実験だと思ってもらって構わない。教令院なら天才には事欠かない上、どの世代にもそれを代表する花形がいる。高額な報酬のもとに人間性のわだかまりを解き、世界を正しい方向へと導いてくれる者がいつか現れる。そう私は願っていた。つまりあなたが欲しがっている継承者は、天才でありながら常人の苦しみを理解できる人間でなければならないということだな。なぜならそれが人間性、社会、そして世界に対するより明確な認知につながるからだ。おお、jadi biar penerus saya tuh nggak bernasib kayak dia ya, cuman kasih ke arah pergi ke arah positif ya. Nari. でもこう考えたことはないか。富は人間の心を麻痺させ、外部の苦しみに対する感覚を失わせる。あなたの財産を継承した理想主義者が、必ずしもその意志を最後まで貫けるとは限らない。君は賢いな。だが私にはわかる。君は私の考えを理解できる類の人間ではない。私にとってはこれも実験の一部であり、人間性に対する考察なのだ。継承者が私の研究で苦しむのか、あるいは偽りの快楽に溺れるのか、どちらにせよ私の研究には進捗がある。私は世界の本質に痛みを感じ、その重苦しい歴史を嘆いた。そして遂行できなかった研究への未練も。だから河辺、愛しき子よ、君は私のためにいる。本当に全てを僕にくれて、その上好きにしていいと。私は自分の目を信じる。冠をいただき、私のためにこの道を最後まで歩んでくれ。え？この結論は君を苦しめるだろうか、それとも多くの富が君を麻痺させるだろうか。君の答えが楽しみだ。私のやってきた研究は全て。ああ、ほう、もういいだろう。僕の人生はすでに最悪なんだ。これ以上ひどくなってたまるか。あなたのお金は受け取らない。
苦難を強いられる人々をたくさん見てきたと言ったな。あなたの授業で彼らを助けてやってくれ。ああ、出てとかやっぱ、これで終わったのか。カベ、大丈夫？体調はどう？僕は大丈夫だ。ありがとう、ティナリ。心配はいらない。無理しないで。カベさん。冠は河辺選手によって叩き壊されたが、その前に彼は試合目標を達成した。ルールにのっとれば彼が第3ラウンドの勝者であり、合計得点から見ても今回の学院トーナメントのチャンピオンだ。学院トーナメントのチャンピオンとして、およびサーチェン直々に推挙された継承者として、河辺選手はサーチェンの全ての財産を継承する権利を有する。わっと出てるじゃな、エルファ様はないと。それではもう一度聞こう。本当にサーチェンの財産を全て寄付するのか。さっきも言っただろ、この世界が良くないというなら彼の残した事業でそれを変えればいいじゃないか。わいと嫌いとぶっとるわがなる。単に否定するだけでは何の結果も出せない。僕は彼とは違うんだ。わかった。書記官としてこの件を資料に記録しよう。これから財産の具体的な使途については大会が終わった後に賢者から連絡が行くだろう。ああ、僕もあの人の研究が正しかったかどうかわからないし、どうすればあれを完成できるかなんてなおさらわからない。ただわかってるのは、全てをここで止めれば参加者は誰も苦しんだりしないってことだけだ。今回が最後のトーナメントってわけじゃない。これからも誰かがこのトーナメントに参加する。未来の学者たちだって引き続きこのために研鑽を積むだろう。でもサーチェンの話は人々を苦しませるものだ。だからここまでにするんだ。これ以上広げちゃいけない。僕たちが皆学者である以上、彼の観点をむやみに否定するのもまた傲慢な独断だが、大丈夫、この責任は僕が背負えばいい。僕にとってこれでよかったんだ。僕にもこれしかできることはなかった。うん、よく言った。君は大半の人々が欲しても実行する勇気のない正義と理想を述べたんだ。俺から見れば滑稽であることに変わりはないが、君は自身の問題に気づいている。ただプライドがそれを認めることを許さないだけだ。でも君のその見解は受賞の舞台で発表されるに値する。今大会の開催委員会を代表して君の優勝を祝福しよう。おめでとう。はあ、勘違いするなよ。誠意のない称賛なんかいらない。それに今ここは弁論の場じゃない。僕の見解じゃなくて試合の評論に集中してくれ。河辺さん、おめでとうございます。受賞式に出る準備をしておいてくださいね。受賞式はメイン会場でやるらしいぞ。戻って見に行こうぜ。選手の皆さんの素晴らしいご活躍のもと、
今回の学院トーナメントは無事終了しました。これより優勝した河辺選手にご登壇いただき、授与を執り行いたいと思います。本来はここで河辺選手に冠をつけていただき、賞金をお送りする予定だったのですが、先ほど入った情報によりますと、河辺選手はサーチェンさんの資産を受け継ぎ、そしてそれらをすべて寄付されたそうです。サーチェンの資産を寄付？あんな大金、よくそんなことができたな。河辺選手の慈善的な行いのおかげで、多くの貧困に苦しむ家庭が運命を変えるチャンスを得られるでしょう。冠も賞金もなくなってしまったので、授賞式も簡単なものになってしまいますが、河辺選手、何かご感想をいただけませんか？皆さんも私と同じようにこれだけの大金を寄付した理由について聞きたいでしょうから。こんな場面で何を話せばいいかわからないけど、優勝できて嬉しいよ。運の要素も多分にあっただろうけど、金を寄付した理由についてはサーチェンの見解には賛成できないし、彼の金も欲しくはなかったからだ。自ら体験しないとわからないことなんてたくさんある。彼も僕も決めつける資格なんてないんだ。でもそういうことを話し出すと複雑で重たい話になってしまうから、ここでは割愛する。他には特にないな。ではこれで。どうもありがとう。あ、河辺選手、少々お待ちください。今回の授賞式はいろいろと省かれてしまいましたが、まだ賞品は残っています。こちらは七星召喚の限定カードです。どうぞお受け取りください。またチャンピオンの栄誉は河辺選手の資料に記録されます。今後河辺選手が教練院で研究課題を申請する際、賢者様が優遇する判断材料の一つとなるはずです。ああ、確かに受け取った。でも課題とかそういうのは大丈夫だ。それでは授賞式はこれにて閉幕とします。河辺選手に再び盛大な拍手を。やっぱり理解できないわ。あんな大金があれば一生遊んで暮らせるのに。天才の発想を理解するにはお前はまだまともすぎるということさ。さあ引き続き学院フェスを回ってみよう。はあ、やっと終わった。演説はそれなりに得意なつもりだったんだけどな。疲れたよ。試合で疲れたせいじゃないか。それにしてもあんまり嬉しくなさそうだな。とにかくお前はチャンピオンなんだから、もっと胸を張ってていいはずだろ。そうだな。そうだ、セノはこの限定カードが欲しいって言ってたな。今まさに僕の手にあるわけだが。あげちゃうのか？珍しいカードなんだろ？人儲けできるじゃないか。ただのカードだぞ。できるわけないだろう。僕が持っててもしょうがないんだから、セノにあげるさ。よかったら彼に持って行ってくれないか？おい、そんな大事なこと人に任せるなよな。さ、一緒にセノのところへ行こうぜ。
僕はもうちょっと休んでいたいんだって。こら、髪の毛を引っ張らないで。di tar tiba-tiba gak kasih dia pergi tu. Seno, nani o miteru nda? Mada Sa-chan no koto o kangaete ita. Nani ka yo ka? Hora, shichisei shoukan no kaado da. Boku yori kimi no hou ga hitsuyou kamoshirenai to omotte ne.これは限定カードだ。譲ってくれるのか？当然だろ。僕が持ってても仕方ないんだから。全然理由は分かったじゃん。いいか。これは限定カードなんだぞ。カーベ、何かトラブルでもあったのか？こんな方法でなくとも、言ってくれれば助けてやる。そんなんじゃないぞ。自分のトラブルは自分で解決する。このカードとは関係ない。そうか。それでは遠慮なくもらおう。だが、お前がまだこれの価値に気づいていないことは明らかだ。このまま受け取るのは筋が通らない。こうしよう。前回の豪華限定版カードの価格で買い取らせてくれ。どうだ？おお、ギラ、で返すよ、プライス。そんな、いいさ。たかがカード1枚だ。どれだけの価値があるっていうんだ？マシッチャンガンダディ、マシッチャンガンシカフェ。少なくとも、100万もらわする。いくらだって？100万もら？少なかったか。なら、もう少し上乗せしてもいい。はははは、いない。こんなカード一枚が100万モラ。でも、前に遊んだ時はこんなのをたくさん持っていたじゃないか。なんかキラキラしたやつを。すべてにそれだけの価値があるわけではない。見た目だけが綺麗で、レアじゃないものもある。そういえば。大魔ハマトラの収入も低くはないはずだが、君の金は全てこんなところにつぎ込まれているのか。でもやっぱりやめだ。友達から金をもらうなんてちょっと気が引けるよ。遠慮するな。俺はこれまでにたくさんカードを買ってきた。さらにもう一枚買い取ったところで大して変わらない。なあ、本当に趣味のために貯金を全部使う気か？趣味とはいえ、どうすぎないようにな。特に、衝動で借金なんてするんじゃないぞ。借金生活ってのは、本当に惨めなんだ。経験があるような言い方だな。さぞ、苦労したんだろう。まあ、この話はもうやめよう。だったら俺よりも自分のことを心配しろ。何にせよレアカードはこのセノがいただいた。カーベ、お前のおかげで試合に参加した目的が達成できた。この後金を下ろしてくる。わかった。じゃあ僕もこれ以上遠慮はしない。これで今月の返済は無事に乗り切れるはずだ。それどころか少し手元に残るかな。後で食事をおごるよ。ティナリとコレイも呼んでやってくれ。おまかまか。これぞハッピーエンドってやつだよな。そういえば他の参加者はどうしてるんだろうな。特別評論員として他も見てみようぜ。なるべく今banyak baru zat. 服を選びたいならわしのアドバイス通りにすればよいぞ。当時の教練員でもわしのコーデは最高にナウイと評判だったんじゃ。本当か？それじゃあお願いしようかな。
ファルザン先輩、今流行りのスタイルでいくつか選んでくれないか。ファルザンにニーロ、それにリシアとキャンディスまで。お前たち何してるんだ？キャンディスと買い物をしてたらこの二人に出会ってさ。ファルザン先輩は優しいんだな。服を選んでると聞いて手伝うって言ってくれたんだ。ふーむ、一回りしてみたもののわしに馴染みのあるスタイルはなかったな。とはいえ心配無用、布を買って自分で作ればいいのじゃ。単色の生地に赤とピンクのお花を刺繍するじゃろ。そこに緑の葉っぱを。ちょっと待った、それ本当に流行りのスタイルなのか。なんだかお年寄りが着るもののような。いや、モレルビーデルスワトスター。安心せい、クラシックというのはな、決して時代遅れにはならんもんじゃ。いやいや、いくらなんでもその。まあまあ、ファルザン先輩がおすすめしてくれてるのは確かに流行りだったクラシックコーデだよ。でも今は新しい選択肢もいっぱいあるの。もしよかったら私が選んでもいい？せっかくみんなが一緒にいるし、キャンディスさんもめったにスメールシティに来られないんだから。お買い得なお店いくつか知ってるの。はい、ぜひお願いします。わしも行ってみるとするか。はあ、若者の好みを把握するのも先輩の務めじゃからの。ファルザン先輩、ちょっと来て来て、先輩いるんだけど。お前は？私たち教練院に入学したばかりなんです。大会で先輩のご活躍を目にして、それでお聞きしたいことが。先輩は授業を開かれているんですか？うん、もちろんじゃ。ぜひ参加を申し込んでくれ。うっそ、待ちきれないんだけど。先輩の専攻って何系ですか？精密機械系？わしは知論派じゃ。おい、でも先輩って機械に詳しい系じゃないんですか？あ、よく考えてみたら先輩確かに知論派の代表ですもんね。でも知論派の授業ってつまんない系ですよね。ごめんね先輩、別の授業を開いてくれたら絶対参加するから。じゃね。ふん、分かっておったわい。お前はついて行かなくていいのか？あ、私先輩のことすごいなって思ってるんです。ですからしばらくは先輩と勉強したくて。選択科目は先輩の授業にします。学院をまたいだ授業はちょっと厳しいかもですが、その時は何卒よろしくお願いします。ほう、良い子じゃ。お前さん良い子じゃの。安心するがよい。その時はできるまでちゃんと指導してやるぞ。ありがとうございます先輩。それでは失礼します。授業の時にまたお会いしましょう。何だったのかよくわからないが、いいことだったんだよな。おめでとう旅人さん。パイモンさん、あなたたちも服をいくつか選んでいきませんか？ごめんな、もうカーベとご飯の約束をしちゃったんだ。それまでに他の人も取材しなきゃいけないし。あ、そうだ、カサッチとレイラを見なかったか？カサッチ選手？あの人がどこに行ったかはわからないけど、レイラさんならさっき見かけたよ。メーロン派の学生さんたちと一緒にいたから
話しかけられなかったんだ。あっちの方に行ってみたら？メイロン派の学生か。投票でレイラを試合に参加させた奴らだよな。レイラは優勝できなかったわけだからな。あいつらどんな態度でいることやら。うん、様子を見に行ってみようぜ。スメールシティに来る機会があんまりないなら、あえてクラシックな柄がいいと思うの。流行に左右されづらいもの。それに服は着るものでしょ。生地のこともちゃんと考えないと。見た目が綺麗な布でも着心地があんまり良くないのって結構あるんだよ。わしも賛成じゃ。ファッションや流行などというのはそもそも繰り返すものなのじゃ。そういうことだからわしのおすすめスタイルも考慮に入れてじゃな。その先輩の言うスタイルがまた流行るのはまだまだ先のような気がするけど。でも私はファルザン先輩のおすすめは素敵だと思いますよ。そうじゃろ。やっぱりお前の方がよくわかっとるの。みんなごめんなさい。第3ラウンドでもっと活躍できてたら。もうやめて。あんなに頑張ったあなたを責めなきゃいけないなら、参加する度胸さえなかった私たちはどうなっちゃうわけ。試合を全部見てたわけじゃないけど、レイラは第1と第2ラウンドの両方で得点した唯一の選手なんだろ。それに第3ラウンドだって冠を最初に見つけたのは君だったと聞いたぞ。優勝まであとちょっとだったな。それは運が良かっただけで。そんなこと言わないで。あなたの相手は強敵揃いだったんだから。かの有名な正論派のティナリに、大マハマトラのセノ、みんなすごい人たちだったじゃない。彼らを差し置いて得点できたのはとてもすごいことよ。他の人がつけたあだ名も間違ってなかったと思うわ。あなたって本当に天才ね。ありがとう。でも私はそんなんじゃないよ。第2ラウンドの試合中だってちょっと居眠りしちゃって、いつの間にか機械のそばにいたんだから。Dia gak tahu ya berarti dia ada second personality ya。あんまり謙遜しすぎないで。みんなでレイラお疲れパーティーをやろうって相談してたとこなんだから。Nah, itu murid-muridnya baik banget aja. ほら、行きましょう。元気を出して。あなたはこのパーティーの主役なのよ。レイラの方もうまくいってるみたいだな。よかったぜ。でも結局カサッチとは試合が終わってから会えなかったな。もうすぐご飯の時間だ。カーベとセノのところへ戻ろうぜ。失望させちゃわなくて本当に良かった。やっとぐっすり眠れる。Di lantai dua, kita lihat apakah ramai. Oh, itu dia mereka. Boleh kah? Oh ya, ada. Okane wa tariru? Setiak shite oita honga ii yo. Anshin shite kure. Seikaku ni keisan shitan da. Zettai ni yosan wo koete nai zo.これまでに何度もごちそうになったんだ。今度こそおごるよ。旅人、パイモン、こっちだ。えひひ、来たぞ。おいしそうなものがいっぱいだ。さっき、他の参加者たちのところに行ってきたと聞いたけど、
どうだった？ファルザンは新しい教え子ができたし、レイラも同級生たちの期待に応えられたみたいだ。でもカサッチだけは見つからなかったな。どこに行ったのかもわからないけど。アルハイゼンのやつもいないな。せっかく今日は機嫌がいいからご馳走してやろうと思っていたのに、まさか姿も見せないなんてな。あいつめ、どこにいるんだ？だいたいあのメッセージは。まあいいか、先に食べるとしよう。冠を投げ捨てた時はびっくりしたよ。今思い返せばそんなに驚くことじゃなかったけど、あの時は少しくらいためらうかと思ってた。冠を手にした瞬間からサーチェンの意識が語りかけてきたんだ。彼の絶望と恐怖がずっと僕の頭の中に渦巻いていた。彼はそうした思考を絶えず頭の中に送り込んできて、それはまるで僕の精神を制御しようとしてるみたいだった。頭痛もだんだんひどくなる一方だったしね。前も言ったように彼の見解に価値がないとは限らない。でも人を不幸にしてしまう研究なんて存在しない方がいいと思ったんだ。もし彼の違法な研究が誤った形で拡大し多くの人を苦しめるようなことがあれば、マハマトラが介入して禁止させる。君のやり方は間違ってなかったと思うよ。もう一つやり方があったとすれば、研究を継承するふりをして財産を手に入れたら放棄するとかかな。君はそんなことしないと思うけどね。サーチェンの理論や実験を評価するつもりはない。でも彼の選択は僕からしてもそんなに悪いものじゃなかったと思うよ。彼が君を選んだのはその証明でもあったと思う。そうかもしれないな。僕は他人の資産を受け取った以上、約束したことはちゃんと果たすべきだと思ったんだ。それすっごくいいことだと思うぞ。川辺さんが誠実な人だってことだから。ありがとう、本当にありがとう。これやっぱり僕をちゃんと理解してくれてるな。幸い今はアルハイゼンもいないからな。でなければまた嫌味を言われていたところだ。川辺さんっていてもいなくてもいつもアルハイゼンさんの話をするよな。もう毎度のことだからね、諦めたよ。何を言ってる？アルハイゼンはもういるじゃないか。いるって？どこにだい？どうして教えてくれなかったんだ？いる、みんなの心の中に。なんて怖い話なんだ。僕は心底ゾッとしたぞ。食べる前に言われなくてよかったぜ。じゃなきゃご飯が全部冷めちゃってたかもな。あの男の話はもうよそう。そういえばティナリ、試合に参加した目的を達成できたのか？第一ラウンドでもう達成したよ。なかなかの宣伝効果だったんじゃないかな。あっという間に広まって、こんなにたくさんの人が普及講座に申し込んでくれたのは初めてかもね。ちなみに来月は空いてるかな？君も演説しに来ない？僕にできることがあるのか？正論派が扱っているものについては何も知らないぞ。君の得意分野でいいよ。例えば
雨林における建築の特徴とか、森を切り開いて建物を作ってばかりじゃいけないとか。ああ、それなら問題ない。来月は時間を作っていくようにするよ。みんな、お腹の具合はどうだ？追加の注文は大丈夫か？私はお腹いっぱいだ。ごちそうさま。オイラもお腹いっぱいだ。毎日こんなごちそうが食べられたらいいのにな。時間があるときはなるべく集まるようにしよう。どんなに忙しくても、こうして友達と会うのは大事なことだからな。この店は美味しかったな。また今度来よう。ああ、他の候補としてもう何軒か探しておこう。他にも美味しい店があるのか。オイラたちのこともお忘れないでくれよな。カーベ、これからどうするんだ？これが終わったら一人で教練院に行こうと思っていた。別に急ぐわけじゃないが、どうかしたのか？みんな暇そうだな。七星召喚をやらないか？おや？手に入れたばかりの限定カード、もう見せびらかしたくなったの？見せびらかすんじゃない。これは世話になった例だ。このカードを一番に拝む権利があるのは最も親しい友人だけだぞ。いいよ。でも自分のデッキは持ってきてないから借りてくるね。師匠、実はちょっと前に新しくデッキを組んでみたんだけど。え？勉強の時間をカードゲームに費やしたりしてないよね？まあまあ、そう厳しくしてやるなよ。興味関心が一番の先生だってよく言うじゃないか。あ、だこれ、いいな。あ、OK。リフターフォー。どうやら今回の学院トーナメントは無事に幕を閉じたみたいだな。サーチェンとカンムリのことも解決できたし、もう心配なこともないよな。あっちにリサーチ。そういえば、あの時サーチェンは全部の研究をあー、なんとかにって言ってたよな。言い終わる前に壁に砕かれちゃったけど。あー、アルフィレッツ、メイビー。もしそれが場所でサーチェンの研究がそこにまだあったら、誰かが見つけちゃうかもしれないよな。ああ、って、どこだ？アルフィレッジ？アール村か。サーチェンは砂漠でいろいろ研究をしてたって言ったよな。だとしたら研究をアール村に預けててもおかしくないぞ。うんうん、それじゃあアール村で運試しと行こうぜ。What? Why are you here? まさかここで会うとはな。アルハイゼン、どうしてここに？それに、お前が読んでるのって、まさか。サーチェンの研究資料だ。資料を整理していた時、サーチェンの生涯について見つけたんだ。そこで研究に興味が湧いた。そうでなければ評論員を請け負うことなんてなかっただろう。サーチェンの意識の断片と相対して俺は推測し、ここで彼の研究を見つけた。いや、いや、ゆかし。その資料はもう読んだのか？大丈夫か？どこか具合の悪いとこはないか？何か誤解しているな。サーチェンがあの大建築家を継承者に選んだのは、
資料に記録された災難と人間性に共感できたのがあいつだけだからだ。共感して初めて人は苦しみを覚える。過去への無力を感じ、現在に迷い、未来に対して悲観的な態度を抱く。共感する力は諸刃の剣なんだ。その点において明らかに俺とサーチェンは異なるタイプの人間と言える。共感が過ぎる人間というのは友人も多い。広い社交の輪は彼らに社会的利便性をもたらすが、それはかえって目的を達成することを難しくしてしまうんだ。お、なんでだ？真に重要とされることにおいてはどうしても他人と関わるのを避けられない。その上で誰も傷つけずに生きていくのは難しいことだ。目的を達成するためには他人と敵対することも覚悟しなければならないが、それは誰もが耐えられることじゃないからな。この資料に書かれた客観的で沈鬱で負の側面が強調された全てのものは、結局サーチェンの視点からの実験と結論でしかないんだ。うん、読んだ感想はそれだけなのか？学者としてサーチェンは紛れもない天才だ。彼は世界の暗黒面を人間性のせいにした。そして多くの実験を行い、基本的に信頼できる、いや正確な結論を導き出した。 What？ じゃあ本当にあいつの言う通り、悪いのは人間で全ては悪くなるばかりなのか？これは俺が答えるべき問題じゃない。しばらくすれば別の誰かが来るだろう。その時に聞いてみるといい。ただ言えるのは、世界は正確さだけで成り立っているわけじゃない。単純な正確さが意味をなさない時もある。Those were you wrote among your notes. Yeah. 大いなる理想では虚無に対抗できないかもしれないが、小さき選択ならそれに対抗できる。選択によって理想を追い求める者は幸福が皆に訪れることを祈る。たとえそれで自分自身が排除されるとしても、かの者は真理に触れることはない。その目を遮る愚かさを消し去るまで。俺はかねてよりその類の理念を認めていない。自己犠牲によって強引にハッピーエンドをもたらそうなどと、あのサーチェンにだって理解できないだろう。だが残念なことに、どんな観点でも支持する者はいる。そして性格は運命を決めるんだ。さてここに来た目的は達成したから、資料は君たちに預けよう。失礼する。待てよ、こんなものを見るためにここに来たのか？そのせいでお前はご飯を食べそびれたんだぞ。ご飯？ご飯？そうか。だが想定内だ。確かに会食をするにはいいタイミングだったからな。そうだぞ、今日はカーベのおごりだったんだからな。あいつなら包んで持ち帰るくらいはするだろう。じゃあな。おしゃれ、タワーアドロディマッカーズリボンこそ。ああ言っちゃったぞ。でもなんだかアルハイゼンはあの資料に影響されなかったみたいだ。これからオイラたちの質問に答えてくれる誰かが来るって言ってたけど、誰なんだろうな。ワンダル。お、いや、え、ないだ。旅人にパイモン、もうついていたのね。ナヒーダ、それにカサッチ。ま
まさかカサッチに学院トーナメントに参加するよう頼んだのってナヒーダだったのか？ええ、私だったの。驚いたかしら？なんで言ったの？もしかして冠に問題があるってナヒーダは最初から知ってたのか？もしそうなら冠をすり替えるとかできたんじゃ。サーチェンの研究そのものは誤りではなかったもの。彼は一生を費やして研究を続け、最後にはこの資料を作り上げた。これはまさに彼の知恵の結晶よ。この資料がトラブルの種になる可能性は心配だったけれど、サーチェンが真理を求める中でしてきた努力を消したりはしないわ。だからカサッチにトーナメントを見張ってもらったの。今はもうその呼び方をする必要はないだろう。だって素敵な響きなんだもの。ね、カサッチ。カサッチ。はあ。話を戻しましょう。もしサーチェンの選んだ人がこの研究に耐えられなかったり、これがより多くの人を苦しめることになりそうだったら、この子に介入してもらうつもりだったわ。結局、サーチェンが選んだ奴は、この研究に目もくれなかったね。実に滑稽だったよ。本当は、人との付き合い方を学んで欲しかったのだけれど、あんまり効果はなかったみたいね。そんなことする必要ないよ。古い借りをまだ返してないんだ。新しい借りなんて作りたくない。ナヒーダ、さっきサーチェンの研究は誤りじゃなかったって言ったよな。それってお前はあいつの研究を認めたってことでいいのか？そうね。この比喩を使いましょう。私の目に映る真理はまるで木の獅子のようだわ。一部の人は木の獅子の背にあるキノコだけを見て、木の獅子はキノコだと言うわ。一部の人は木の獅子の体を見て、木の獅子はイノシシだと言う。ああ、まずい。また別の人は本質を見透かしたと思い込み、キノシシは獣肉だと言い放つの。これらの結論にはどれも正しい一面があるけれど、どれもキノシシの本質を客観的に描写したものではないわ。わかったような、わからないような。世界も同じよ。私を含め、その全容を理解できる人はいない。私たちは皆、真理を追い求める道の途中にいるの。限りある知識の境界線の内側に、ある人は世界の美しさを盲信し、ある人は世界の醜さを知っている風に語る。実際のところ、重要なのは世界の今の姿じゃなくて、人々がそれをどのようにしたいかなの。もちろん私は一人一人に何かをするよう強いたりはしないわ。結局のところ、あらゆる知恵を導き力を発揮させることは知恵の神である私の責任だから。ごちゃごちゃとご考説を垂れてくれたけど、結局この資料はどうするつもりだい？この資料を継承したカーベはその拡散を望んでいない。だからこの主なき資料は封印するわ。でもサーチェンの研究はある種の消極的な知恵として真理を構成する一部でもあるの。もしこれからサーチェンが歩んだ道を通りたいという人が現れても、
私は止めたりしないわ。印籠派の後輩がいつかサーチェンの理論を理解できるようになった上で絶望を乗り越える方法を見つけることを期待しましょう。ふん、印籠派にそんなやついるわけ。待て、僕を印籠派に残しておくつもりじゃないだろうね。もうディープもうディープすぎくし、でも待ってるなあんま。はあ、学者になった覚えなんてないよ。君の目に映る僕は利用価値のある囚人でしかなかったはずだろ。また始まったぜ。あら、スメールでは囚人にも教育を受ける権利があるのよ。印籠派で勉強して自分の因果に正しく向き合い、過去の古い借りを清算することを学んでほしいの。最終的にあなたの出した論文は私が自ら審査するわ。ちゃんと真面目に取り組んでね、カサッチ君。カサッチ君。え？20年前、教令院はサーチェンの資産を手に入れたばかりだった。まるでその巨額の投資を祝うように、その年の学院祭は特別盛大に行われた。あの頃僕はまだ幼かった。シティを歩いていたら、あちこちに学院トーナメントのポスターがあって、思わず父さんにそのことを聞いた。あの冠が特別に見えて、とても綺麗だとも言った。父さんは、じゃあ父さんが優勝して、冠で遊ばせてやろうかと聞いてきたよ。僕は嬉しくて一生懸命うなずいた。でもその試合で父さんは冠を手に入れることはできなかった。帰ってきた時はとてもがっかりしてたな。その後父さんは砂漠へ調査に行くと言って家を出た。そしてしばらくもしないうちにリュウサに、どんなに経っても僕はこのことを思い出す勇気がなかった。僕が余計なことを言わなかったら、あんなことにはならなかったかもしれないってね。Itu bukan salah kamu sih, Kak. Pilih yang atas. Your father may have seen such in that year. え？まさか、オイラたちが聞いた20年前砂漠に行ったっていう人だけど、あれって実は。だからサーチェンは僕を見て懐かしいなんて感じたのか。これは全く。優しすぎる父さんのことだ。サーチェンの理論を聞いた時は辛かっただろう。だから砂漠へ行って苦しむ人々を探そうとした。僕にはそれがよくわかる。Oh, berarti bapaknya itu yang kena quicksand. Riset saya itu di terusin sama Sachin ya. Sachin itu pengen terusin lagi ke orang yang berjalur, yaitu kafe ya. Oke, gue paham. 何度も自分に言い聞かせた。父さんは優勝できなくてがっかりしたんじゃない。見たままのことが全てじゃないと。結局は僕が試合のことを話したせいだ。カーベ、心配するな。僕はあの冠を壊したんだ。これからはそんな悲劇は起きない。もう起きないんだ。